JR 新札幌駅から徒歩1分、カラオケピロスタン。今回はこのピロスタンに北のカムイルームができたということなので、早速カムイちゃんもお邪魔してみたにゃ。早速入店してみるにゃ。ん？あれは…カムイ柄な発見。並べてあるにゃ、たくさん。にゃんとレジ前にカムイコーナーもあるにゃ。嬉しいにゃ、ピロスタン、ありがとう、キビ。カムイルームも早速入室してみるにゃ。嬉しいにゃ。部屋一面がカムイちゃん。部屋一面、私ばっかりで、なんか照れるにゃ。憑依体の写真も発見。この写真は仙台志保の姉貴。いつか姉貴のような活躍ができるよう私も頑張りますにゃ。何食べようかにゃ。全部美味しそうだから迷っちゃうにゃ。このパフェが食べたいんだけど、全部美味しそうだにゃ。今カムイちゃんが迷ってるのはこの3種。今は大食いの朝日に憑依してるから腹いっぱい食べようかにゃと思ってるんだけど。失礼いたします。お客様、店員さん、はい、今ちょっとこのパフェ全部美味しそうで、どれ食べようか迷ってるんだけど、はい、おすすめとかありますかにゃ。おすすめの、一番おすすめはストロベリーですね。ストロベリー、はい、うちオリジナルの綾瀬牧場のアイスを使ってるので、はい、うちでしか食べれないです。わあ、美味しそうだにゃ。もうそれ聞いたらストロベリー食べるしかないにゃ。失礼いたします。お待たせいたしました。ピロパフェのストロベリーチーズケーキです。はい、あー大きいですにゃ。一口目、このアイスがこだわりがあるっていう。そうです、中に細かくチーズケーキが。じゃあ早速食べてみますにゃ。あ、濃厚だけどすごい食べやすい。ストロベリーのソースがたっぷりかかってるから、ちゃんとベリーの酸味もあって、そこの方にはパンが敷き詰めて入っておりますにゃ。最後の一口。パフェごちそうさまでしたにゃ。ちょっとあったかいものも食べたいにゃって気分で、すごいピザどれ食べようか迷ってるんだよにゃ。